ソフトバンクさん、ついに秘密兵器を投入。ベイレンジャーズから新加入した、ソフトバンク有原康平投手が、6日の DeNA 戦で1軍初先発することが決まった。火曜日のカード頭を任されていた大関が、体調不良により離脱。藤本監督、2軍から先発を呼びますと話すにとどめたが、代役として日本ハム時代に6年で60勝を挙げた右腕が選ばれた。前回登板いかんでしょ。2軍でダメだけど、1軍なら抑えるタイプかもしれんぞ。フォークのベイル。直近では5月25日の中日戦で5回8安打7失点だった。横浜に風が向きすぎてる。負けたいのか？下で無双してたし、いけるやろ。2軍で防御率 3.83、ある意味では無双やな。中日2軍にボコられた次の登板で、上げるってよっぽど余裕ないんやな。育成上がりの開幕投手の、代理の元メジャーリーガーの NPB ドラ1。横浜打線なんて、中日2軍打線の、ほぼ上位互換みたいなもんやけど、ほんまにええんか？変に横浜打線抑えちゃって、次の登板から数試合、ボコボコにされて負ける、ワイはここまで見えた。